トストリーム、ジェットストリーム、ジェットストリーム、ジェットストリーム、線が消えて深々とした夜の闇に心を休める時、遥か雲海の上を音もなく流れ去る気流はたゆみない宇宙の営みを告げています。満天の星をいただく果てしない光の海を、豊かに流れゆく風に心を開けば、きらめく星座の物語も聞こえてくる。夜のしじまのなんと饒舌なことでしょうか。光と影の境に消えていった遥かな地平線もまぶたに浮かんでまいります。これからのひととき、月曜から金曜までの毎晩、あなたにお送りする音楽の定期便、ジェットストリーム、夜間飛行のお供をいたしますパイロットは私、伊武雅藤です。ジェットストリーム、ドリームスカイワード、 JAL がお送りします。
タイムズスクエアに近いアルゴンキンホテルは、文士たちのたまり場、文学ホテルとして有名です。きっかけは1920年代のドロシー・パーカーという才媛を中心に文人たちが集まるようになり、そこでの意見が翌日の新聞のコラムを飾ってニューヨーカーの喝采を浴びるようになったことでした。若き日のヘミングウェイなども彼らの意見に大きな影響を受けたと言われます。彼らが議論を交わした食卓はザ・ラウンドテーブルとして語り草になっています。このサークルの中から雑誌ニューヨーカーも生まれました。後にウィリアム・フォークナーがノーベル文学賞受賞講演の原稿を書いたのもこのホテルですし、ラーナーとローがマイ・フェア・レディの脚本を書いたのもここまで、マリオ・プゾーがゴッドファーザーの映画化の契約にサインしたのもここです。そんなわけでアメリカの文学的遺産の一つに数えられて、そのプレートが玄関に打ち付けられているアルゴンキンホテルですが、いかにも古くなったので、昨年10億円をかけて改修されました。しかし雰囲気は昔のままで、文学ホテルとしての伝統は守り続けています。書きかけの原稿を持って行ったりすると、料理を 10% 引きにしてくれるといった粋なサービスもあると聞きます。あなたもチャンスがあったら試してご覧になってはいかがですか。さあ宮里藍選手、いよいよこのホールが勝負どころです。ここは思い切って1万マイル狙いでしょう。いいですね、これは飛んでいますよ。おっと、さすが1万マイルまで乗せてきました。サウンドグラフィティ、翼ある旅人の折り節の思いを散りばめた音楽の星空、サウンドグラフィティの時間が参りました。今週も
ニューヨークにゆかりのあるアーティストのナンバーを集めてお送りいたします。今夜はその第6回、ビリー・ジョエルのサウンドでお楽しみください。曲はムービンアウト、ニューヨークの思い、 She's got away。 以上3曲続けてお聴きください。Is that all you get for your money? And it seems such a waste of time. If that's what it's all about, Mama, if that's moving up, then I'm moving out. Some folks like to get away, take a holiday.
to Miami Beach or to Hollywood. But I'm taking a Greyhound on the Hudson River line. I'm in a New York state of mind. Stars in their fancy cars and their limousines. Been high in the Rockies under the evergreens. I know what I'm needing, and I don't want to waste more time. I'm in a New York state of mind. It was so easy living day by day. Out of touch with the rhythm and blues. But now I need a little give and take. The New York Times, the Daily News. Reality, and it's fine with me, 'cause I've let it slide. Don't care if it's Chinatown or around Riverside. I don't have any reason left them all behind. I'm in a New York state of mind. I'm in a New York state of mind. I'm just taking a Greyhound on the Hudson River line. 'Cause I'm in a New York state of thank you.
got a way about her. I don't know what it is, but I know that I can't live without her. She's got a way of pleasing. I don't know what it is, but there doesn't have to be a reason anyway. She's got a smile that heals me. I don't know why it is, but I have to laugh when she reveals me. She's got a way of talking. I don't know why it is, but it lifts me up when we are walking anywhere. She comes to me when I'm feeling down, inspires me without a sound. She touches me and I get turned around. She's got a way of showing, oh, how I make her feel. And I find the strength to keep on going. She's got a light around her, oh, and everywhere she goes, a million dreams of love surround her everywhere. She comes to me when I'm feeling down, inspires me without a sound. She touches me and I get turned around. Got a smile that heals me. I don't know why it is, but I have to laugh when she reveals me. She's got a way about her. I don't know what it is, but I know that I can't live without her anyway. サウンドグラフィティ。今夜お届けした曲とジェットストリーム最新情報は番組のホームページでもご紹介しています。 tfm.co.jp/jetstream までアクセスしてください。ご意見ご感想もお待ちしております。
楽園ハワイとなれば、面目をかけてもいい環境を維持しなければなりません。ゴミ処理には神経を使います。特に問題は廃棄された車、冷蔵庫、クーラーなどの処理です。世界中の都市が悩んでいる問題ですが、島という条件の下で困難も起こりがちです。最近マウイ島にたった一つある自動車などの解体処理工場が新しい環境基準に対応できる施設を持っていないという理由で当局から実質的な営業停止処分を受けました。処理業者も個人企業ですから、急に設備を改善しろと言われても右から左へとはいきません。捨て場を失った廃車が道端に不法投棄されるようになりました。それはサトウキビ畑の中であったり、農地のへりであったりするので、地主さんたちにとっても災難です。廃車や錆びついた冷蔵庫が道端にゴロゴロしているなんて、およそハワイに似合わない、早急に何とかしろという声が当局を責め立てています。環境基準は守らなければならないわ、業者の動きは鈍いわで、ポンと出せる予算があるわけでもない当局は立ち往生です。どうやらオアフ島の処理工場に余力があって、船で運んで処理するという道がつきそうだということですが、看板に偽りありと言われるわけにはいかない楽園ハワイの厳しい現実です。
それでは宮里藍選手にお聞きします。これからはいよいよ海外にも羽ばたいていくわけなんですが、ズバリ世界を回る狙いは何ですか？1万マイル狙いですね。なるほど、飛んだ人には1万マイルですか。夜間飛行のジェット機の翼に点滅するランプは、遠ざかるにつれ次第に星の瞬きと区別がつかなくなります。お送りしておりますこの音楽が、美しくあなたの夢に溶け込んでいきますように。高度1万メートルの風に乗せてお送りする大空の感想曲、ジェットストリーム。お相手は私、伊武雅藤でした。ジェットストリーム、ドリームスカイワード、 JAL がお送りしました。